旅ちょっとしゅうチャンネル。みなさんこんにちは。旅鉄道しゅうチャンネルのしゅうちゃんです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は福岡県北九州市にあります九州鉄道記念館に来ています。今からこちらに展示されております車両の数々を見学していきますので、よろしくお願いいたします。今日はどんな車両に会えるか楽しみです。こちらは九州鉄道が1891年に門司駅、現在の門司港駅を起点と定めた標識です。1914年に門司港駅が移動したので起点も移動しましたが、九州鉄道記念館の開館にあたり再現されました。こちらには車両の前頭部が展示されています。それでは中央ゲートから入場しましょう。ここで一つ残念なお知らせがありました。このコロナ禍のご時世のため、展示車両の車内見学が中止となっていました。車内見学したかったな。残念です。では早速見ていきましょう。まずは通称96と呼ばれる59634蒸気機関車です。製造年は1922年、大正11年で今年生誕100年になります。96型蒸気機関車は国産初の貨物用機関車で、最高時速は65キロでした。最後は五島軸に所属し、1974年12月24日に廃車。長らく粕屋町中央公民館に保存されていましたが、小倉工場で再整備後、2003年7月より九州鉄道記念館に保存されています。それではしばらくの間、展示車両をご覧ください。それでは次の機関車に行きたいと思います。 C591 は1941年製造の旅客用蒸気機関車で、特急朝風や瑞穂を牽引し、最高時速100キロでした。名古屋を振り出しに姫路、門司港、熊本と移籍し、鹿児島本線、熊本電化に伴い1965年10月22日に廃車。1966年10月に準鉄道記念物に指定され、小倉工場で保管。2003年、九州鉄道記念館に移設保存されました。C59 は山陽本線や呉線でも活躍していましたね。それでは次の展示車両に行きたいと思います。 EF10-35 は1941年昭和16年製造で、翌年の関門トンネル開通に伴い線列車体に改造され門司に配置。1961年の九州地区交流電化まで本州と九州を結ぶ貨車や客車の牽引に用いられていました。1978年11月21日に廃車され、
長年代理不老公園に展示されていましたが、2003年九州鉄道記念館に施設保存されました。それではしばらくの間展示車両をご覧ください。それでは次の展示車両に行きたいと思います。 ED721 は1961年製造で、北九州地区の交流電化に伴い登場した九州初の交流専用機関車で、文字にエッチ、晩年は貨車牽引に用いられていました。1976年5月15日に廃車され、長年追松公園に展示されていましたが、2003年九州鉄道記念館に移設保存されました。キハ0741は1937年製造、戦前の代表的な機械式機動車で、自動車のマニュアル車のようにクラッチを操作して運転していました。当時流行していた流線型のデザインが特徴です。当初はガソリンエンジンを搭載していましたが、1952年にディーゼルエンジンに換装されました。そして1957年、豊後森機関区に配置され、宮の春線で使用されました。1969年に引退し、豊後森機関区や大分運転所で大切に保管されていましたが、2003年、九州鉄道記念館に移設保存されました。それではしばらくの間展示車両をご覧ください。運転席右下にギアチェンジレバーが見えますね。では次の車両に移りたいと思います。クハ481603は1969年製造、1958年に登場した特急こだまの発展系、硬直流に対応し九州本州間の直通運転を可能にしました。この車両はもともとは黒4815として東北地方で活躍し、後にクハに改造され、九州では日輪、カモメ、有明として活躍しました。1995年に引退し、小倉工場で保管されていましたが、2003年九州鉄道記念館に施設保存されました。それではしばらくの間展示車両をご覧ください。私事ですが、学生時代は宮崎で過ごしたので、この日輪には大変お世話になりました。思い出深い車両です。
福羽5818は1967年昭和42年製造、初の寝台電車特急としてデビュー。夜間は寝台特急月光として、昼間は座席特急緑として活躍。1984年に小倉工場で区波715-1普通電車に改造され、長崎線、佐世保線にて使用されました。1998年に引退し、小倉工場に保管されていましたが、後に特急塗装に戻され、九州鉄道記念館に施設保存されました。それではしばらくの間、展示車両をご覧ください。最後にご紹介する車両はブルートレインです。スハネフ1411は1972年製造、第二世代のブルートレインとしてデビュー。 B 寝台の幅が従来の52センチから70センチに拡幅され、居住性を大幅にアップし、編成の分割並行が容易な分散電源方式を採用しました。九州では桜、瑞穂、富士、ハイブサなどで使用され活躍しました。2010年に廃止された後、熊本車両センターに保管され、2013年九州鉄道記念館に移設保存されました。車両展示場の説明は以上になります。続きまして、こちら本館は1891年明治24年に建てられた旧九州鉄道本社屋で、近代化産業遺産、国の有形文化財に指定されました。こちらの建物には国鉄や JR 九州の写真や資料が多数展示されています。885系や883系の座席が展示してあったので、思わず腰掛けました。昔の駅務室の様子が再現されていました。私は幼少期、可部線沿線で育ったので、こういうのは懐かしいです。それでは屋外の前頭部展示場へ移動します。
ちらはクハ481-246の運転台です。日輪や霧島などに使用されていました。こちらは ED761 の運転台です。寝台特急朝風やハヤブサなどブルートレインを牽引していましたね。そしてこちらが EF303 の運転台です。2台目の関門トンネル用電気機関車ですね。前頭部展示は以上です。今日は九州にゆかりのあるたくさんの国鉄型車両に会えて嬉しかったです。ミニ鉄道公園もありますので、ご家族連れでも楽しめると思います。九州鉄道記念館は入場料大人300円、中学生以下150円、開館時間は9時から17時までとなっています。アクセスは門司港駅から徒歩約3分となっています。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。